まあでも実際違うよと思う。20年代ほんとそうやって思うからね。こういう言い方を経営者がしたらいかんけど、正解なんですかって言われたら分かんない。ゼロ分クラスになってゼロ分と同じぐらいすごい攻撃になってないから綺麗だよ。うん、勘違いしてる。青いんだよ、激アツ用じゃん。最近名前出してあなたもやばい。なんか前正面やった時に足場が40万ぐらい、職人ちゃんと払ってるのがカップに対してね、ただ仕事汚いって結構いいから。そういうとこなんですよ。お客さんにとって綺麗な仕上がりの方が大事だね。そう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 、もううち一択でいい。もうよそ見積もり取る必要ない。こっそり撮ってんのか。社長自分で自撮りしちゃう系男子になっちゃったみたいな。自撮り男子。おはようございます。おはようございます。自撮り系男子、小林です。小林さん。自撮りが大好き、小林です。だってインカメでしたからね、開いた瞬間。今日は、はい。三田内さんね。三田内さん。これが何ですかって。これの宣伝じゃないから。あのなんか送ってくれたかな。どっちか書いてある。似たないさんがどっちかやるか分かんないけど。似たないさんがどっか。サンタクロースみたいなのって書いてたのか。似たないさんへって。似たないさんって。メリークリスマスって言って書いてある。早いけどね。半年早いけど。半年早い。メリークリスマス。半年じゃないか。3、4ヶ月。3ヶ月か。嬉しいだろうな。サンタ来たんちゃう。この年になったら余計にね。黄色いサンタ、黄色ヘルメットのね。暑いですね、9月なのに。この時に一番熱中症になりやすいので皆さん気をつけてください、ね、はい。熱中症にならないためにも SNS 勉強会、この名古屋だな、本拠地名古屋11月、愛知三重の人来てほしいな。結構めちゃくちゃ面白かったぞ。あー見えにくい逆光で最後商品がね、逃げてた向こうに行っちゃったな。一面だけなのかな。11時、なんかもうあれだな、上がってたばっかで降りてきたくない時間だよな、あそこ。しかももう何って昼前だから、これ終わったら昼で上がりたい、下がりたいだろうな。ちょっと入る？入れますよ。いや、そこが通れんかな。お腹大丈夫？通れんかもしれん。お腹がつっかえるかもしれん。俺のお腹がちょっと硬いのか。これぐらい。だって、それより出てるよね、みんな。パパの中でこれぐらい。パパじゃねえし。やだわ。あなたとの子なんてやだわ。そう、あ、そういう地か。お父さんみたいな意味のパパって言ったんだけど。あ、そういうこと、ミオのパパ？ミオのパパでもやだわ。すごいな、これ。うん、わざわざこれ、わざわざ塗っとんな、これひどいところとか。こね、クラックとかやるのな、全部。で、これ標準、ほら。あ、クラック、あ、お疲れ様です。バレちゃったよ。バレちゃいました。おはようございます。バレちゃったよ。内緒で来て、内緒で帰ろうと思って。上で忙しそうに、上で忙しそうにしとるね。なんか向こうで写真撮っとんなと思って。書いてあるなって。わ、なんか近所の人がなんか、証拠のために撮っとんかな。やべえと思って。偉いね、これ全部、ないっすか。あの、クラック補修が入ってたんですよ、工程に。シール屋さんが。あ、シール屋さんが。これでも塗ったのが違うでしょ。これでもサーフ入れてるんでしょ、これ。あ、降りてきちゃう、わざわざ。あ、シールが。わざわざ降りてきてくれちゃうよ。あ、いいっすよ、もうちょっとやっとても。まあ、降りていくの大変でしょ。いいですか。もうちょっといい。まあ、10分後ぐらいには来てほしい。はい。わがまま。喋りたいよ、一応。素材取っていくわ。うん、素材は合わせて、暑い？上がちょっと暑いね。今日やっぱ暑いね。あれ？ファンが止まった。あ、空調がか。気使って止めてくれた。すごいな、あの人。やっぱ、できる男ですか。できる男。本当に、ね。それ奥さんとも仲いいよ。俺本当にさ、あのね、センス勉強会やった時、年上さん結構おったの。うん、あれ本当に仕事やってんですかって聞かれたの。どういうこと、本当に仕事やってんの。あの YouTube やってること本当やってんですかって、うんうんうん、で こういうの本当に抜き打ちじゃん、うんうん、このシールとかもじゃあ撮影用の現場であそこ綺麗にやっとけよとかじゃないじゃん、ない、ね、うちマジ違うじゃん。今日も朝決めるからね、どこ行くとか。23歳がこれで俺がお前に嘘まで使わしとったら、この現場だけは綺麗に、あのその現場だけは撮影用の現場と分け取る、うん、ないよな。ないですね。23歳で人生を棒に振るほどそんなクレイジーじゃないんで。これで嘘はつけんやん、別に、うん、いやでもすごいと思うよ、うちこれだけの虫がきっちりやって、これに加えてさ、ピッチリこの触った感じ、あ、ちょっと音取れるかな。うわー入ってるか、もうちょっと近づけて、じゃあここがマイクだ。映ってないし映ってないし、何の音かなってなるかもな。ピンマイク持ってくるんだったら、うん、この感じだ、こ
でもあれじゃない、こっち乗るまで似たないさん降りてこれないんじゃない。降りていい人だよ、降りてくるだろ。でも俺の俺は降りてこんでいいよって言ったけど降りてきたっていう形でした。降りてこんでいいよ、10分後ぐらいに降りてきてほしいけどって言ってたけどね。言ってた、うん、10分後って。いやいや、私がカットさせない。ほらほらもう降りてきちゃいました。優しいな。優しい、社長のせいで。まあ社長に言われたら降りるしかねえって。見ていいでしょ、めっちゃ汗かいてる。一回動画早くやってきてないでしょ。あ、リアさんこれ降りや。あ、ありがとうございます。持ってきた持ってきた、3つ持ってきてるんで。これ何、リアさんこれは何、シーリが言ってくの。シーリさんがやって、シーリうちの本体、本体でしょ。本体じゃない、本体です。ぶっちゃけうちの仕事と、まあ、いろんな塗装が見てきてるわけでしょ、はい。まあ、ゼネコンの仕事とかもやってきたわけでしょ。そうです、ね。まあ、ゼネコンはきちんと一緒かもしれんけど、結構ゼネコンクラスになってる。ゼネコンと同じぐらいですレベルが。はい。あ、ゼネコンだったら普通に1000円以上いるからね。ね、一般社員から言わせてもらうと、ゼネコンの凄さもあんま分かってない。あれで、あの、いや、さっき隣のとこ、ハウスメーカーじゃん。スーパーハウスメーカーで、俺らの倍ぐらいでいるわけやん。でもそうでしょ。これないでしょ、普通の民間の塗装屋で。ではないですね。ここまでやってるって。やっぱレベルが全然違うし、綺麗やん、やっぱ。で、ここも技術あるんだよ。ここにちょっと、ミハーってならんやん。ここがどんだけこの平らになるかっていうね。だってこれもぐちゃぐちゃじゃないもんね、その出てる部分。そう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 。だけど、多分僕とかがやると、ここ、あの、筋が出ちゃいますね。出るね。だってそうじゃん。だってこう、モハーって、こう鳴らせたらブヒーってなるしさ。ブヒーとかモハーとか。音でしょ。だけど、これでもよく言う人おるからね。この出てることに。そうそうそう。だけど、これは別になるからねって。でこれなんか出そうやん。でもこのシリアも分かっとるから、その辺のギリギリのラインが。あ、これでそんなね、ちょっとね。だけど、これ言い出したらもう、リアルリフォーム頼んじゃダメだわって。毎回建て替えるから、15年に1回。ちょ、ほんとそうやん。新品。まあまあ、そうじゃない。あ、で、みんなで、みんなで受けて、最後残ったから分けるって感じ。そうです。あ、で、一人一人が。経費も3人で折半なんですけど。うん。まあ、今のがいい。今のがいい。お金はどっちがいいんですか。今のがいい。あ、いい。まあ、そう、仕事できるもんな。いや、あのね、これ言うと、これお客さん目線ね、職人さん目線でも、うん、もう愛知県では、塗り替え道場値段厳しいってめっちゃ噂だよ。塗装屋さんからしたら。そうでしょ。なあ、噂はそうですけどね。だけど俺その噂立ってめちゃ嬉しかった、うん。あ、厳しいんだって。だけど、おる職人全然よそよりいいから。だからそれ人間関係とかで追ってくるわけじゃん。だって段取りとか。結局、じゃあ同じじゃあこの物件を手間で、まあ、20万なのか、まあ1名だけ分からんけど、うん、10万なのか20万なのか30万なのか俺分からんだけど、残るってことはさ、例えばじゃあ営業が段取り悪くてしょっちゅう空いちゃうとか、うんうん、現場行って塗料が段取りできてないとか、うんうん、色の打ち合わせがうまく進んでないからちょっと1日止めてくださいとか、うん、養生もう一回バラしてくださいとか、手間食ってったら合わんわけじゃん、うんうん、だけど厳しいね。なんでちゃんとお金残りますよっていうのは、結局お客さんが見て、あ、なんかいっぱい払ってんじゃないの親方だから、うん、私たちがその分転嫁されてんじゃないのって思われたくないわけ。めちゃくちゃ厳しいからね、うちの値段は。ってだってなんかコメントでも来る、塗り替え道場は安いって。あ、職人さんが、うん、職人さんってか塗り替え道場の塗装は絶対これは低いとか。あ、一般の人がね、一般の人なのか分かんない、まあ、そこそこどっちなのか分かんない、うんうんうん、アホみたいな激アツになるじゃん、はい、だけど仕事が全然違うでしょ。まあ違います、仕上がりも違いますし、全然やらされることが違うでしょ。まあそういうところ行ったことあるんですか、下上でね、激アツね。まああるじゃないですか、最近名前出してピーになってるで。さっき口元も隠されてるからね。このリズムだけど。やつな。知ってるでしょ。CM 見たことある。ない。いや、あなたもやばいね。マシバもやばい。なんか崩れそうな足場組んでるって。まあやっとる人は知らんすけど、うん、まあ安いって。単価を持ったやつよね。ちゃんとね。だけど、まあ内容も下げとるでしょ。下げとると思う。もう一発でいいよみたいな。もう下塗りなんか入れんでいいよみたいな感じ。うん、もうバレンコつけいいよみたいな。色さえついてればっていう感じ。色さえついてれば。もう言われた色が最終的に塗られてたらいいよみたいな。そうそうそう、言い方が悪いけど、これ使ってほしいけどさ、俺さ。まあ、さ色だけついてればいいよ、もうどこでも多分あります。あるよね。じゃあ何って言ったらさ、ぶっちゃけこんなさ、こういう言い方を経営者がしたらいかんけど、社員はね、おめくれんわけよ。今は取るのがいいから。でそこをいかに、じゃあこのシールを全部打ったことが正解なんですかって言われたら、うん、それ分かんない。きちっとしろよ、うちは、うん。だけどこれ、タンクってもじゃあ、まあ俺、
100セルンかって言ったら、それ家によって死んところあるじゃん。うん。だけど ALC ってもう分かってる、俺はプロだから。窓周りだけはやばいよね。ね。だけど壁ってめっちゃね、リスク少ないわけよ。だから、うん、だからそういうところが、こういう道、打った振りだけしてって、ピピピピってなんか。やった風に見せるみたいな。そうそう、やった風に。結局さ、だってこれ溝がこうやってあるからさ、うん、ほらさ、材料をさ、奥だけ入れて半分の距離にしたら、材料も5分の1ぐらいでいいわけ。うんうん。そうじゃん。こう三角だから。うん、ここは体積1だとしても、ここから1センチだけど、ここから1センチしようと思ったら、もう5倍ぐらいいるじゃん。うん、こっちの1センチ、こっちの1センチでいったら。うんうん、でもほんとシールもまさにそうでさ、僕だけピーって鳴らしてったって、やりましたもんね。あ、そうですね。たまに、もう、本当にやったのっていうぐらい。そうそうそう。シーってやってって。ちょっと指で行くわ。指で鳴らすだけのレベルでも、うん、ちゃんと入ってないんだ。出てこんよね。だけど、一般の人ってどう思う？これ、外で撮るじゃん。あそこ、うちやってくれたとこ、なんか奥でやってくれたから、すごいこういう風になってないから綺麗だよねって。勘違いし、思っちゃうやん。うん。だからそこだよね。ほんとに。まあデザインみたいな感じで。そう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 。数字がピッピッってあるのと、まあこういう感じで。で、そうですよね。これだけ見たら、なんかここの方が、なんか、楽なんじゃないの？ペッて外に気にしなくていいから、ね。うん、横にもつけていいんじゃないかなって、なるし。まあでも実際違う言うと。俺本当にさ、これ不思議だな。真面目にやれよやろうと。この間 SNS 勉強会の人もさ、結構やっぱ SNS の勉強しようっていう人だから、うん、結構真面目に一人二人でやっとるとか、の人が結構おったから喋ってたら、うん、真面目にやればやるほど塗装やっても儲からんねんって。奥深。でもそうじゃん、まあ、そうですね。そうじゃないですか。儲かっとるとかって訪問販売とか。ね。まあ何て、値段で見ちゃうのもあれな。職人もそうだけど、手に入れば抜くほど儲かるから。真面目にやって、まあ、真面目にやってますけど、やってますけど、うん、やればやることも多いから。ただ、手抜いてやった方が、まあ、そりゃ、お金にはなりますけど。なるですよね。うん、ただ、お客さんとか、まあ、周りの目が、そうだよね。気になりますね。気になるよね。なるほど、笑えんよね。そうですね。お菓子一個もらっていいでも、はい、なんか、あざますって言えるよね。そうですね。なんかの表紙でそこの現場に通った時とかもなんかもう目を背けちゃう。うん、ああ。罪悪感みたいな。罪悪感が出ちゃう。俺そこまでないかもしれない。俺多分そんな感じは多分ない。サボるタイプ、サボるタイプかもしれない。サボるタイプかもしれないですよ、言ってないさ。最後だけでいいわ、寝るなって言ってるかもしれない。やばい人かもしれないですよ。お前めちゃくちゃ言ったんだ。これ YouTube だから全国に流れるんだぞ。そうそう、YouTube だからこそ言わせていただきます。YouTube だから。あ、これ何？そういうことか。マスティックローラーみたいなので塗ってんの、これ。これ見て。ここ触ってますけど。そういうことだ。これ、普通のローラーじゃないんだ。俺、素人だね。わかんなかった。わかる？わかんないですけど。で、マスティックとか、マスティックで。わかんないです。マスティック。そんな職人じゃないんですよね。T は T-I-E。そう気になってない、別に。そこ気になってない。T は T だ、これ。T は T ね。そこ気になってない、誰も。お茶の T ね。手じゃない、誰も気になってないところだけ説明する。マスティックの方気になってるとこ説明してくれず、気にならんとこ説明してくれ。俺面白いかなと思って誰も笑ってないけど、板内さん苦笑いって感じ。僕はマスチックだと思う。マスチックだよね、本当はね。で、なんか、うん、なんていうんだろうね、なんかスポンジの粗いみたいな、軽石みたいな感じのスポンジみたいな、粗いスポンジのもうすごい粗いやつだね。粗いね、それでこうやってコロコロしてる、コロコロすると、うん、要はこの柄を出せるよ。だからこのマシックもあのうまい下手があるもんで、へえ、技術が出るんですか。ここら辺はまあ綺麗ですけど、ここら辺なんかちょっと、これわかる、これちょっと聞きたいな。これがここら辺とここら辺がここダメ、すいません、素人には分かんないです。何を喋っているって。でここが良くてここが悪い、つぶつぶとなんかこうちょっと縦にピョンピョンって。ああ、なんか伸びちゃってる。伸びちゃってる感じ。伸びちゃってる。要はでもこれね、本当にね、すごいんだよ。これ足場あるじゃん。うん。結局このさ、乾きとかで変わってくるから、つなぎ目で変わっちゃうんだよね。そうですね。要は材料一周したら夏なんかもう次行ったらもうもっと硬くなってるじゃん。うん。乾くの早いからね。それでこうやってマスチックで柄つけていくわけじゃん。うん。もう柄が変わっちゃう。で、足場取ったらもう足場の目になる。それ嫌だな。光の当たり方で全然違うから、色が違うように見えるんだって。柄が違うって。でもそれしょうがないことなの。
で、そこを技術なんでしょ。技術か、まあ人おれば一段ずつみんなそれやるよね、はい、うん、それをバーって5人で行くとか用意どんで4段とか同じタイミングで、うん、出るとか、それでもあの日が当たるところに何やります。一緒にやった何十秒か違うんだけど、もう1秒単位でそんな変わるんですか。変わります。一緒に行けばさ、こっちとこっちで離れとったらいいじゃん、つながりのところが怖いよな、やっぱ。そこだよね。そこをうまいことごまかして。どうやってごまかすんですか。押さえてって、あ、ローラーの圧力と。そうそう、圧力で。あれはもう職人の何十年の腕じゃない。腕だよな。こうやってって、ふーって。もう全然伝わらないと思うけど、多分視聴者の人には。こうじゃいかんだよね、まあ確かに。だから、はーって離れていくってことだろ。だけどこれ一気に離れたら結局だってもうローラーをなんかこのなんかどんどん力抜いていくみたいなイメージじゃない。まあそうだね。下から行った時にこうやってタイヤで行った時に手が器用なんだよね、本当に塗装屋さん。だけどなんか俺塗装の職人ってなんか右利きだったら右と左の圧力全然違うでしょ。あ、多分違うじゃないですかね。なんか言うの、下手したらリンゴ潰せるとか言って、塗装の職人ってやばいじゃないですか。やばいです。やばいじゃないと。俺は昔聞いたことあるの。それゴリラみたいな職人さんだけじゃない。ゴリラって言われてもゴリラ。ゴリラみたいな。ゴリラ。そんなふうに言ってないでしょ。ゴリラがって、お前、ゴリラみたいに。誰ゴリラ。もう見て見て、みたいなさ。冷めてるから、もう。冷めてる。ゴリラ。はい、じゃあまあ。はい。まあでも今日は勉強になったんじゃないですか。結構なったんじゃない、一般の人は。一般の見る人でも、あ、そういうふうに意味があったんだってなったら、いいかもしれない、うん。そうそう、本当にもうね、もううち一択でいい。もう予想見積もり取る必要ない。もうここまで行っちゃいます、私。金額も、うん、実力も。金額は本当に、ね、安い。一番いいぞと。うん。二代さんたちも。そんな、あの、従業員じゃこの仕事、この金額でやれない。うん、俺もう何百人って塗装職人使っても思ったことは、一人ぐらい方のレベル高すぎるから。うん。無理や。はい、以上になります。はい。皆さん、また次回どうぞ、チャンネル登録、あ、チャンネル登録、キラキラになりますんで、ぜひ、お願いします。お願いします。せーの。また見てねー。かわいい。かわいいって言うな、お前だ。お前さ、もう二十歳じゃないんだから。かわいいって到来よ。二十歳ぐらいだったら。いや、なんか、はい。あと、ここの家の人がですね、なんか前、正面やった時に、違うところでなんか、足場が40万ぐらいかかったって言ってました。マジ？むっちゃ高い。ここいくらで？今回、すごい安かった。へぇー。あ、マジですか。40万正面足場だけで。多分3面と俺も欲しいな、それぐらい。他のとこはみんなそれぐらいもらったんだ。でもそう、あ、いや、そんなことないけど、うん、高いとこ頼んどるよね。で、ホーハンでしょ、多分そう、ホーハン高いもん。もうあの一発で巻いてくるから、力あるからね、やっぱ営業力が。それが悪いとは言わんけど、本当に。まあ、それも一つのビジネスの形で。まあ、そうですね。職人ちゃんと払ってればまたかっこいい会社だよね。はい。それでもう営業マン、タイプで営業マン150万、200万稼いでる会社っていっぱいあるからね。で、まあ、それってちょっと違うんじゃないと思う。で、商品が汚いっていうのは。せっかく150万払って、いい仕事しとりゃ、これ高くていいと思うんですよ。まあ、そうですね。ね、喜ばしとりゃ。うん。で、職人にも金払っておけば。で、そういう会社って少ないじゃん。高くて仕事汚いって結構多いから、俺そういうとこあんま好きじゃないんだよ、ハウスメーカーは俺全然悪いと思うの。やっぱ横綱相撲をしとるわけじゃないですか、はい、それでいいし、150万でやらんならもうコンでいいわって思ってやってるし、まあそれ難しいと思う。ハウスメーカーでも難しいとこありますよね。でもバチバチの管理もするわけじゃん、ちゃんと。まあしますけど、あの全国で行くと、あのバラの月が、ああ悪いところ。僕がやっとったとこは本当鋼炭をメインで頑張ってたんで。鋼炭って何ですか？後期炭素。ああ。じゃあでも雑でもいいよみたいな。雑まではいかんすけど、なんで、あの、雨でもやらなかったっていう。ああ。そういうのがあったんですよ。後期炭素で、あの、全国で賞が取れるので。ああ。その賞はいらんね。そういうのでも、それ、塗装なめとんね。工場じゃないから、俺ら。お客さんにとって綺麗な仕上がりの方が大事じゃねえかと思うんですけど。そうそうそう。仕上がりとかね、アンケート対決とかね、うち結構アンケート対決をやるけど、後期って、まあまあ大事だけど、その、だらだらやんなよだけど、そうですね。で、絶対過ぎてもいかんよね。なるほど。まあ、勉強、毎回されてる。奥深いですね。え？な、